南アルプス上空より見る、早川町の山梨県道37号、南アルプス公園線。県道沿いに早川が流れる。早川町は、山梨県の南西端の国中地方にある町で、静岡県と県境を接している。住民基本台帳に基づく人口が2021年3月1日付で、町としては日本で、 唯一1000人を切る994人となり、自然人口が日本一少ない自治体であるとともに、山梨県内の町としては最西端に位置している。また、特定非営利活動法人、日本で最も美しい村連合の一つでもある。北部、西部を南アルプス、東部を串形山系、南部を美信山地に囲まれた山間地域。 面積の約九十六パーセントは山林となっており、急峻な地形に四十ほどの集落が点在している。町のほぼ中央を町名の由来にもなった藤川の支流早川が干流している。山地河川古生山幹部で平坦地が少ない河内地,地方では、仙市古代の遺跡は少ないが、九百七十四年から翌九百七十五年にかけて、 調子編さに伴う調査により、長域では19遺跡の存在が確認された。多くは、縄文時代の集落遺跡で河川沿いの河岸球に点在し、縄文早期末頃から縄文前期後半に遺跡数が増大し、縄文後期後半には減少に転じる。古代の律令成果では、駒群に属する。中世には、鎌倉時代に、 身ノ山に草案を結んだ日蓮の書簡に早川の地名が見られる。戦国期には川治領主の穴山氏が支配し、町域には黒葛山、保山の金山が開発された。市張国内近世から高度経済成長期までは、自給的食料生産である焼き畑と、現金収入の道である林業、木工業、鉱山労働、養蚕、 寒気作物の栽培との複合的な制御が営まれてきた。町中部の茂倉集落の特村である茂倉売りのように、他地域との往来が少ない町ならではの伝統野菜もある。太平洋戦争後は林業や建設業、養豚などの産業も台頭した。しかし、現在では林業、養豚は主要産業とは言えず、建設業も縮小している。 電力2012年度より、町内の小中学校に通学する児童、生徒の教材費や給食費、修学旅行費など、義務教育にかかる経費の完全無償化に取り組んでいる。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 東海美の部線派高島駅となるが、特急停車駅では、道下部温泉駅が利用しやすい。 路線バスコミュニティバスとして、みの線下部温泉駅やみの駅へ向かう早川町、乗り合いバスが1日後往復運行されている。山梨県の市町村で唯一国道が通っていない。県道も以下の2路線のみで、他はすべて町道、または市道である。県道37号は、奈良田より北の区間が、下季はマイカー規制、冬季は閉鎖されているため、 自家用車やトラックは通行不可である。県道810号はその先の、伊川雨畑林道が、静岡県静岡市青区につながっているが、長期にわたり通行止めとなっている。よって町外へ接続している道路は、県道37号のみの町へ抜ける区間のみであり、東道路が大雨や大雪で閉鎖されると町外へ移動する、手段がなくなる。 不足の事態に備え、各家庭では、食料備蓄を行っているが、緊急時の交通手段確保のため、奈良田地区から南アルプス市の足安地区へ抜ける早川、足安連絡道路の建設事業がある。高速道路高速道路の最寄りインターチェンジは、美野部町にある、中部横断自動車道下部温泉早川インターチェンジ、である。県道赤沢宿敬運漢。 ありがとうございます。